一緒にいる名品と名品の姿、どうぞ皆様ごゆっくりご覧ください。さあ、扉が開きまして登場いたしました名品と名品、皆様どっちがどちらか見分けがつくでしょうか。一歩先に進みました丸顔の顔をしております、こちらがお姉ちゃんの名品です。そして後ろから来ております、おもながで鼻が高いハンサムな顔立ちをしているのが弟の栄品です。今栄品は池のところに行きましてお水を飲んでおります。大好物のリンゴや人参を一生懸命匂いを嗅いで探している姿、見てわかりますでしょうか。栄品ちゃん、運動場の真ん中にケーキがあることまだ気づいていないようです。アドベンチャーワールドで生まれてくるパンダ、大体メスのパンダはお母さんに似る傾向にあります。現在子育て中のお母さんが初めて出産しました、ランキンが出産したこちらの名品と栄品。お姉ちゃんの名品はお母さんにそっくりな丸顔でとても可愛い顔立ちをしています。そして栄品くんはお父さんにそっくり、鼻が高くてハンサムな顔立ちをしています。2頭のお顔よく見比べていただきますと全然違いますので、ぜひ皆様見て見比べてお好きなパンダを探してみてください。やっと栄品くん目の前までやってきましたが、すぐ横に落ちていた人参に夢中です。さあ栄品もケーキに気づいたようです。にタッチをしたのはお姉ちゃんのメイキン、ハートの人参のピューレのシャーベットを落としてしまいましたね。ケーキの土台の上には大好きなリンゴや人参を星形にくり抜いたものが置いてあります。こちらの方が美味しかったようで、上に置いてあるハートの人参のピューレシャーベットを落としてしまいました。とても仲良しの4歳の双子のパンダ、名品と栄品。5歳になる頃には2頭は別々に暮らすようになると思います。今はまだ仲良くしてくれておりますが。